実はですね、日本でそれまで解剖としたことなんです。もともとだから死んだら仏ですから、その仏を毀損するというのは良くないということでしなかったんです。まあ、大体医療書っていうのは持ってくる時の手間も考えますとものすごく高いんですね。大体1両が12、3万だと思ってください。100万以上するんです。そういう本を物好きの藩主が買うんですね。で、藩主買っても読めないんで、お付きのお医者さんに作業を出すんです。で、それを翻訳していってできたのが解体新書。レプリカじゃなくて、これ本物の解体新書です。日本でこの解体新書を常設展示するのはここだけですから。宇多川源治さんなんですけども、前述内科西洋という本、これが日本で初めての西洋内科学の医学書です。ですから、日本の西洋内科学っていうのは、この宇多川源治さんが初めてです。源治さんの養子になりますと、この源信さんなんですけども、うん、解体新書で始まりました日本の解剖学をもう一度整理しまして、し直しまして、この違反抵抗という、この違反抵抗の中で、今の日本の医学用語の体系が整えられています。これは宇田川用語コーナーです。オランダ・カゲタというふうに名前付いてますけど、要するにトランプです。日本最古のトランプです。古いタイプのトランプを写しています。ここのあたりに、スペードの位置が見えますよね。これ数十幕になったのはだいぶ後になってからです。この宇田川用案の時代入手したものには数字は書いてません。あともう一つ、ここにスペードの位置がここにありますけども、今のスペードの位置のスペードものすごくでかいんです。真ん中これちっちゃいですよね。他と同じ大きさです。スペードの位置のスペードを大きくするっていうのは、ヨーロッパでトランプ税というのが導入されたってことがあるんですね。そのトランプ税を支払った業者の作ったトランプはスペードの位置を大きく書くんです。これは導入される前なんで、スペードそのまんまなんです。どれでもいいです。絵札見ていただきますと、変な顔してますよね。別にこれね、宇田川洋さん絵が下手くそなんじゃないんですよ。というか、この人もちくちゃ絵うまいんですよ。これは当時のトランプの特徴で、ビッグアイといって目がものすごく大きくんです。そういう特徴を全部余すことなく描いてくれてます。あと、もう一つ、温泉の成分分析してるんです。大阪の温泉もこのヨアンさんを成分分析してます。井戸郷とか湯原とかね、奥津とか、例えば、石灰水に通して白濁するかどうかとかで、その成分が入っているかどうか全部科学的に分析していきます。そういうこともしたのがこの宇田川洋です、うん。そういういろんなことに興味を持った人ですね。で、これオランダ文献ですから、オランダの文法書ですね。これができたことによって初めて、独学である程度オランダ語を勉強することができるわけですね。師匠につかないとオランダ語の勉強ができなかった。ところが、三菱原稿はこういうオランダ文献で、オランダ語の文法を整理したものですから、これを読むことによって、オランダ語というのがある程度理解できる。それから日本の洋学研究の記録させた本の一冊でもあります。ロシアのプチャーチンも日本に国境交渉しに行きます。その時に、三菱原稿さんは、ペリーの時は持ってきた大統領の手紙に訳しただけなんですけども、プチャーチンの時は国境が入りますんで、話がややこしになりますんで、お前も行ってこいということで、江戸から長崎まで、幕府の施設に引っ付いていきます。そこの施設の交渉の時に後ろで、いろいろ説明したり翻訳したりする係として連れて行かれています。これは三國玄子さんの出た上下です。長田さんですね。で、これ見るとものすごく三國玄子さん手が高いように見えるかもしれませんけども、足どこであったかってこの辺です。これ足だったね。清掃終わってると長袴までこの要するに引きずって歩くぐらいの袴なんです。で、これは登場する時の正式な服装で、で、あと他にもですね、この三國玄峰の養子なんの養子とかも、省吾さんの新生を自然室という、この世界人ですね。これを出版したものですから、当時の幕末非常によく見ました。この坂本龍馬もこの新生を自然室をよく見ていたということで、吉田松陰の海外旅行を企てて捕まりますけども、その時の手元にこれが入っていると。実際この吉田松陰なんかは三國省吾が書きました、この地理書、本用図式というのがあるんですけど、これも持ってくれる。それぐらい、当時の幕末の志士たちに影響を与えた本を書いたのがこの正吾さんですね。で、その正吾さんが早く亡くなってしまったので、その後、三國家の養子に入ったのが周平さんなんですけども、この周平さん、大きな本を書いてません。なぜかというと、忙しすぎたんです、うん。幕末にこの人2回もヨーロッパに行かされてますんでね、うん、1回目はヨーロッパの方に行きます。これですね、兼用施設として行くわけなんですけども、で、最終的にはペテルブルグルまで行きます。で、ロシアと国境交渉してるんですね、うん。実はですからね、三國家っていうのは、親子2代でロシアと国境交渉してるんです。そういう家系なんですね。ですから、実はつい最近まで、ロシアの地図に、日本のところで、津山って丸が持ったんです。最初に国境交渉した三國玄峰と三國周平の出身地だということで、津山に大きな丸が持ったんです。で、あとこっちですね。明治になりますと、この三國周平さんなんかが、
作ったのが三種学舎という学校を作るんですよ。今回はですね、大月文彦とかね、原隆とか平沼欽一郎、平沼義郎という、あと磯野測るという、そういう人たちがこの三国周平の塾から出てるんですけども、明治6年になりまして、その当時の知識人たちがより集まって結社をします。それが明六社ですね。その中に一山の人間が周平、秋吉、津田真道と、まあ3人もいたんですけども、この明六社がその後帝国学士院になっていきまして、今の日本学士院の前身なんです。そこに最初津山の出身者が3人もいたと。この後ですね、この周平の息子の菊池大六といっても帝国学士院に入りますので、当時津山のそういった人たち学閥の一つでもあったと。で、今ちなみに、今の日本学士院に津山の人いません。WHO が、この天然痘については、撲滅宣言をしてましたけども、人って何かと言いますと、このジェンナーさん、牛痘というのがあるんですけども、はい、牛からもらった人は天然痘にかかっても軽く済むということが分かってます。じゃあその牛痘を人間にわざと移したらどうだろうということで始めたのが始痘ですね。イギリスからオランダを経由して日本に広まっていきます。で、当時日本でも何回もあの天然痘の流行がありまして、たくさんの人が亡くなっていきましたので、それを救うための手段としてこの牛痘始痘を広めようと頑張ったのが洋学者です。まあ、津山だけでなくて日本学人の洋学者、実際それによって天然痘にかかる率が非常に低くなっていたということで、その広めるのに尽力したのが三国元寶をはじめとする当時の洋文社会だったということですね。日本と中国と西洋の医者の先人が書かれている掛け軸をかけているお医者さんの近くのランカン設置です。攻撃してもらえます。それ漢方薬ってこうしてるんですよ。漢方薬、小薬のもそのまま使えないんです。ちなみにこれね、仕事中や、はい、ダメなんぞ入ったら怒られて、でちなみにこれ実態言いますとね、怒って追いかけてきますんでね、気をつけてください。津山洋楽資料館は宇田川家、三國家など多数の蘭学者を紹介する施設です。興味が湧いてきた皆様、ぜひ津山の洋楽資料館にお越しいただき、じっくりと時間をかけ、日本の近代化に大きく貢献した19世紀の蘭学の歴史に触れてみませんか。お待ちしております。津山市公式 YouTube チャンネル、津山 CDR。